番 重きを感じて持ち帰られていると感じられますかね。そうですね、自然から遊離した都市生活を重ねてきた人たちでしょう。それからその両親もやっぱしそうだったんですよね。その両親のもとで生まれて、そして育ってこられてね、この自立に向かうときに、世の中の流れがあって、でそれではもう私の生き方、やはり問い直したいと、自分の人生で問い直したいと、で世の中の流れは変わらないし、それから政治サイドでも変えてくれないし、あるいは他人を他はなかなか変わってくれなくて、要するに心配なのに心配なのにってこう流れてる流れが感じるわけですけども、それは変わらないので、自分の生き方を、とにかく自分の生き方を変えるね、それしかないんだという、そういう気づきが根底にあって、それとはまた別、ちびっこ赤身自然の出てくる、今はしないの、